俺に足りないものは何だ。今は今、真っ只中。外の世界は真っ白闇。何にも見えない。体は寒い。だけど、桃源郷へスタコラだ。元気いっぱい、夢いっぱい。せっかく、そのはずだったのに。襲われちゃって、さあ大変。出会った真っ黒お兄さん。味方かな？敵だったりして。クシナ、好きにさせてやるべきだ。そんな、なんで？貴様ら、この島の状況に詳しいと見て、間違いないな。神社、ここはネクタルが。気候が何を求めるかにもよるが、ある程度は説明できるかと。よし、ならばついてこい。ここで長話をするのはバカバカしい。寒いもんね。真っ黒くんは強い剣士。怖いかなって思ったけど、結構優しい人かもね。初めましての外の世界、みんなで冒険できるかな。あ、弱気はダメダメ。絶対みんなで冒険するぞ。白雨戦争時代に作られた非人道的兵器の研究を現在も続ける者たちか。星の民がもう一度空の世界を支配しようとやってくるかもってのは分からなくもねえけど。戦後、空の民からも忌避され放浪者となったジョルハは、それゆえに自分たちの掲げる正義に固執している。西岸島のジョルハは生物の加工、もしくは生物から取り出した魔力の加工を専門としていたようだ。生物の？そこの娘、神社だったか。歩行もままならないのはそのせいか。はい。でもネクタルが私に義手や義足をくれたから。少しだけ見せるのは怖い。でもこれはネクタルが私を救ってくれた証拠でもあるから。腕だけじゃなくて、いろいろなところをネクタルが助けてくれたんです。これは、いろいろなところって。ネクタル、随分と事情に詳しいようだな。貴様もジョルハの一員か。クシナ、誤認も致し方ない。ネクタルさんもジョルハの人たちに実験されてたんじゃ。ネクタルさんから青少獣の気配を感じるんですけど。気配が薄いのも道理。ネクタルは青少獣の成り損ないでジョルハの研究素材だ。違う！素材だったの！今は違う！みんなで桃源郷行く！もう西岸堂もないし！待て！西岸堂がないとはどういうことだ？なんか、ギャッギャッっていうのが西岸堂燃やした！ギャッギャッってそりゃゴブリンじゃねえか？あ？貴様らは、ゴブリンを知らないのか。いや、初めて外に出たのならそれも当然だな。西岸堂を燃やしたということはジョルハとゴブリンは敵対しているというわけか。ネクタルが西岸堂に設置した分け身から断片的な情報は得ている。気
コーラがゴブリンと呼ぶ種族はジョルハの祖が生み出した戦術兵器だったようだ。兵器だと？あのアッキどもを星の民ですらなく空の民が生み出したというのか？架空戦争の時代には今のジョルハ以上の所業であっても非道とはみなされなかった。ひどい戦争だったんですね。ゴブリンが人間嫌いも仕方ないかなってウグス思う。ウグスも実験嫌い、ジョルハも嫌い。ウグス、あ、でもウグスは人間嫌い違うよ。神社も人間だし、人間も魔物も何でもそう、いいやつと悪いやついる。神社もネクタルもクシナも、あとあとクスキもいいやつだと思う。クスキ、何があったのかな、私たちに攻撃するなんて。クスキというのは貴様らを追っていた狼か？ああ、潜伏形態は小柄な姿で潜入や偵察を行い、戦闘形態は気候も目にした通りだ。青岩堂の所持する実験体の中では完成度が高いとみなされていたようだった。そうだね、青岩堂が襲われた時にジョルハの人に何かされたのかも。あるいはゴブリンかもしれん。そこの鳥が言っていたようにゴブリンにも人間に友好的なものはいた。ミニゴブちゃんですね。ああ、やつがゴブリンたちにさらわれた際、一時的に様子がおかしくなっていただろう。あ、そういやそうだな、クスキってやつもミニゴブみたいにゴブリンに何かされちまったのかも。そうだよ、どっちかがやった。クスキはいいやつだから、神社に怪我させようとしないから。ネクタル、クスキ迎えに行こう。桃源郷はみんなで行くでしょ。もしクスキってやつを迎えに行くなら、オイラたちもある意味ありがてえよな。青岩堂の位置を我々は知らん。場所を教えてもらうのでも構わんが、案内がいるならばそれが最善だな。どうだ。それは。あの、これからのことを早く決めなくちゃいけないのはそうなんですけど、まずはルシウスさんもネクタルさんたちも体を温めた方がいいと思います。あ、そうだな、悪い、この島のこと全然知らねえからつい話し込んじまって。ルシウスのためにお湯も沸かしてあるしな、たらいに入れて足湯したらどうだ。私、お茶を入れてきますね。手伝おうか、と言って彼女は私と一緒に台所へ。ポットにお茶の葉とお湯を注いで、お茶ができるのを待ちながら私は棚のお菓子を手に取りました。これがいいかな。おなんでしょう、とっておきじゃないのですか。とっておきだから新社さんたちに食べてほしくて。お話を聞いてたらカタリナに会う前のことを思い出しちゃったんです。一人ぼっちで暗くて寂しくて、でも私はあそこが暗いことも寂しいって気持ちも知らなかった。カタリナが私を外に出してくれて、
あなたに出会えて、たくさん素敵なことを知りました。だから、新社さんたちにも、素敵なものがいっぱいあるよって伝えたくなっちゃったんです。美味しいものは、ほとんどの人が美味しいって思えるからちょうどいいかなって。彼女は私をぎゅーっと抱きしめて、お気に入りの素敵なお皿を出してくれました。悲しいこと、辛いこと、苦しいこと、たくさんあったし、きっとこれからもあるけれど、それだけじゃないってことが、きっと大切なんだと思うんです。もう遠慮しないでくださいね。ありがとうございます、ルリアさん。それに団長さんもこんなに親切にしていただいて。まあこいつは変わった連中には慣れてるからな。島を出るなら気空艇がいるだろう。依頼が終わったら近くの島まで一緒に行こうぜ。案内するしないはともかく、ここでゆっくりしてってくれよな。なんせ外は吹雪だしさ。クシナモン、ありがとうって。クシナ、どうして自分で言わない？ウグス、クシナはネクタルたちと会話をする際は神社の魔力を介した感応を利用している。クシナの喉は人の言語を発声することに向いていない。知らなかった。ウグスにはクシナのおしゃべりの仕方が当たり前だったもんね。外の世界には味方もいるって、うまく伝えられたかはわからないけれど、新社さんやクシナさんの緊張が少し緩んだみたいで、私はなんだかほっとしました。皆さんはこのお部屋を使ってください。もし足りないものとかあったら。なんだこれ、すごいふかふか。もしかして、うぐす、ダメだよ、お布団の上で跳ねちゃう。うぐす、こちらへ。わかった、ふかふかの王様か。いや、ただのベッドだけど。ピー、ウグスを騙そうったってそうはいかない。ベッドは硬い、手術とかするとき使う。いや、寝るためのベッドだぜ。つうか、これで毛布足りるか。寒いし、もう一枚いるかもな。一枚？さらにふかふかする？嘘でしょ？ふかふかなのは枕もなんですよ。これを使えばぐっすり眠れるんです。わかった。
ウス、もう寝てる。夢見てるとこだ。ウグス、ウグスは起きている。夢見心地かもしれないが、夢ではなく、美味しいもの、ふかふかの王様あって、みんな優しい。クランサイファー、桃源郷では？いや、クランサイファーは気空帝だぜ。うわー、つか、桃源郷ってなんだ？桃源郷はね、あったかくて、美味しいものあって、痛いも苦しいもないとこ。すっごく素敵な場所って意味でいいですかね？そう、それ。ウグスたちはみんなで桃源郷行く。外出られたから桃源郷も行ける。夢は叶うぞ。そうだね、もしかしたら本当に。神社、団長殿たちの気遣いに従い休んでください。そうだね、いろいろあったし、無理するとまた新車熱出るかもだから。新車さん、こっちへどうぞ。枕が向こうなので。そう、そうやって体を倒して。新車さんをクシナさんと一緒にお布団へ案内して、私も今日は新車さんたちと同じ部屋で眠ります。大変な目に遭った皆さんが、いい夢を見られますように。団長殿、ルシウス殿、まずは神社の保護にお礼申し上げる。聖岩堂へはこのネクタルがクシナ、ウグスと共に方々をお連れする。神社はこの船へ残すということか？はい、団長殿がそれで構わなければ。神社は雪の中を行軍するには体調が不安なので。それはそうだな、短期間で随分と信頼されたな、団長。それでお前の方はどうだ？留守中に気空艇が奪われるという可能性もなくはないが、いずれにせよ新社には世話をする者が必要だと。それはそうだな、歩くことはできるようだが、長い距離は不可能。魔力で感知ができるとしても目は見えない。飛空艇の番も兼ねてルリアに留守番を頼むつもりか？団長がそう言うなら俺に否はない。妥当な落としどころだろう。団長殿、新社への気遣いに感謝する。吹雪が弱まり次第出立としよう。聖岩堂にはネクタルの分け身がいくつか残されている。迷うことはない。待っていろ、悪鬼ども。その王を必ず掴んでやる。
昔いえ、わらわにとってはつい先日のよう。メネア公国の虐げられし巫女はゴブリンの王として王冠をいただき、華々しく世界へと宣戦布告された。空の世界を手中に収めるべき子孫の君、人に敗れようとも誇り高く自決を選ばれたあの方に、わらわは王冠を託された。わらわは残されたゴブリンたちと共に新たなる王を選んだ。腐敗の王、進撃の将となる者を。けれどわらわの最愛は永遠にあのお方。人間の世をゴブリンの世に変えるはあのお方に捧げるため。そのために王冠の情報を葬り去り、異種返しにあの人間たちが作ったおもちゃを使ってはみたけれど、ジョルハも秘蔵物も質が落ちたものね。尻尾を巻いて逃げ帰ってくるだなんて。申し訳ありません、主。あの人間の娘、無尽蔵に魔力を組み出すことができるのなら、わらわたちにも有用だわ。お前と共に壊れるまでは使ってあげる。早く持って帰っておいでなさい。ありがたき幸せ。ジョルハの始祖が作った王冠には、それまでの所有者の技能や知識が蓄積されるというけれど、やはりわらわたちの王が特別だったのでしょうね。それゆえにわらわたちは新たな種族へと進化することが叶った。我らの王、ゴブリンキング万歳！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 この命尽きるまで、わらわはあなたの残した愛しごたちのため力を振るいます。だから今しばらくお待ちくださいませ。必ず勝利のご報告を差し上げ、以後永遠に御身のお世話をいたします。平和に暮らしたいって、きっとそれが一番難しくて大きなわがままなんですよね。